はい、では、えーと、移行から運用までデータベースを Google クラウドで徹底的に楽するとあのお題しまして、えー、株式会社3ーシェイクの中立てがお話しさせていただければなと思います、はいえー、とまず軽く自己紹介だけさせてください、えー、と株式会社3ーシェイクの,の DBRE というあのロールでお仕事させていただいております中立てと申します。 でここにいらっしゃる皆様の世責任的にもそうなんですけれどの DBRE ってあのなかなか耳なじみのないロールだと思うんですけれども、なので、軽くだ説明だけすると、あのまあ、簡単に言うと、データベースの信頼性を保ちながら、えー、ただあの、信頼性を保ちながらも、迅速な変更をあの可能にするというような、プラクティスを推進するようなロールとなっております、はいでえっと、ちょっとあのスポンサーセッションですので、会社の紹介をちょっとだけさせてください。 えっと弊社3シェイクのミッションとビジョンとしましてまず1つ目にあのインフラをシンプルにしてイノベーションを起こりやすい世界を作るというのを1つ目に掲げておりましてでもう1つあのロークトイルこれ SRE のサイトリライアビリティエンジニアリングというプラクティスの中の,あの代表的なあの概念なんですけれどもトイルえ 定型的ななんかあの自動化できるような作業とかですねをなくすようなサービスを、えー、適正な価格で提供し続けるというこの2点を、えー、株式会社3ーシェイクのミッションとビジョンとして、えー、掲げさせていただいておりますで。弊社の提供しているサービスですね、まず一番右にあの私の所属しております SRE を、えー、日本の SRU をリードするようなあの事業としまして、えー、スリーク事業部。 がございますで次次にですねレコーナーデータエンジニアリングのツールでしてあらゆるサービス、えー、よくある海外のサービスさんですとあの国内の SARS、えー、とかをあの連携できないような ETL ツールとかあると思うんです思うんですけれどもそういったところ国内のサービスとかも、えー、連携を可能にするようなサービス製品であるレコーナー、えー あとです、ね、あの最近、セキュリティ対応は世間,を、ま、あの世間的に騒がれていますけどそういったところをあの事業者が抱えるようなセキュリティリスクをなくすというようなところをお手伝いさせていただくセキュリファイというあの s a ー s のツールで最後にあの、えー、エンジニアの方と会社の皆様のような会社,のあの会社様を結びつけさせていただくいいエンジニアにいい,いい案件を紹介させていただくサービスとしてリランスというような案件サービスを提供させていただいております。 で今日でとね、えー、今日,と,明日と,、えー、と会場の入り口付近、あの1階の入り口付近に、ねえー、D4 ブースで3、えー、シェイクのブースを出展しております。えー、今回あの紹介させていただいたようなサービスにあの興味があること、興味をお持ちの方はぜひともあのお越しいただければなと思います。はいで私,のえー、さん私の所属している3育事業部ですね、えー、SRE の考え方を軸にして、全、えー、方位型でご支援を提供させていただくというようなサービスになっております。 まず右上ですね、クラウドネイティブなインフラセキュリティの,の支援を行わせていただいてい,るといたりとか、えークライドえー、インフラレイヤーは自分たちでできる、またやってもらうとかでいいとして、アプリケーションレベルまでクラウドネイティブに対応するという,ようなところであのご支援をさせていただいたりとか、えー、今回の,の、えー、NEXTTTOKYO でも。えー 話題が尽きないことかと思いますが JNAI の基盤構築をお手伝いさせていただいたりだとか最後私の所属している私が特にあのメインで担当させていただいている分野なんですけれどもデータモザナイゼーションの支援として、えー、DWH のウィッグク,クエリ使ったようなデータ分析基盤の構築だったりとかデータベースを中心にアプリケーションのサービス全体に信頼性を向上させるような d b r の支援スパナーだったりとか、えー、タイ DB ユガバイト DB のようなニューエースケールの導入支援など、えー、お手伝いさせていただいております。 はい,いうようなところであの会社の説明ちょっとだけ軽くだけさせていただいたので、えー今えー、早速本題の方に入っていければなと思います。で本日のアジェンダなんですけれども、まず一つ目にオンプレミスの課題、どんなところがまずあの課題になっているんだっけというところを整理した後に、データベースをどうやって楽にするのかというテクニックを紹介させていただいて、でちょっとあの最後に、じゃあデータベースもあの移行終わった、じゃあこのあと Google ドでどんな世界が待っているんだろうというような移行の先を、えー、とちょっとだけ紹介させていただいてで、最後に軽くまとめをさせていただければなと思います。 はいで、えー、とまずオンプレミスの課題ですね、えー、オンプレミスがあの抱える課題をどのように Google クラウドが解決しているのかというところをあのお話しさせあのまず最初に整理させていただければなと思います。オンプレミスであのシステムを運用するときに気にす,、ね、するべきポイントがたくさんあるかなと思います。まずあのハードウェアの調達とか管理ですね、えーと データセンターとか契約していたりだとかあの自社であの自社の中であのデータあのサーバーラックをえ構築していたりすると、えー、ハードウェア調達するのにえと1年とか長ければ数年かかってしまうようなこともあってあの調達も大変ですしあの資産の管理とかも大変になるかなと思います。でですねあの 急速なアクセス増加あのネットとか、えー、とテレビとかで紹介されて突然バズったサービスのアクセスが増えたっていう時にアクセス増加の対応っていうのがあのリソースをあの年単位で調達しているとあのなかなか対応が難しいっていう現実があるかなと思います。でそのほかにもですねあのじゃあ実際にハードウェアを調達できたってなった時にそれをセットアップしたりだとかあの使える状態にするっていうところがあの必要になるのであの環境利用開始までのリードタイムがとても長くなってしまいます。 で他にもシステム構築、インフラレイヤーで構築できる方が限られていたりだとか、そういった意味で、属人化をしてしまったりだとか、あと運用保守ですね、コストが日々増大、運用保守とかもできるような、オンプレミスで運用保守できるような人材というのは、今後、どん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 貴重になっていくと思うので、コストがどんどん増大していくかと思います。 であと、障害、災害への対策が、えーと、データセンターの、例えば東京でデータセンター契約していて、東京で未曾有の大災害が起こったとっいうときに、サービス継続性があの担保できるかというと、あの東京の,リあのデータセンターだけでは難しいですよねというところがあったりするかなと思います。でちょっと軽く考えただけで、これだけの問題が出てきたので、さ、えー、様々ま、えー、オンプレミスであのシステム運用していくときにはあの、課題があるのかなというふうに存じております。 じゃあこれをですね Google クラウドを使うとどういうふうに解決できるのかというところなんですけれども、えー、Google クラウドを利用するとですね今紹介したような課題であれば、えー、と割と簡単に、あのー、解決策を準備するようなことができるかなと思いますでまず1つですねあのボタン1つであの即時にリソースプロビジョニングできるので VM が必要になったらのコンソールでアクセスしてボタンポチポチっと押したらなんか5分ぐらい経ったら利用可能な状態になるので、あのー、調達の時間がすごいあのとても短くすることができます でクラウドですので、えー、と自社で最初から準備していたリソース以外にも後からリソース追加であの利用できすることができるのであの無限ではないんですけど、まあ、実質、えー、会社レベルでは無限レベルのリソースで、えー、ア,クセスがアクセスが集中したときとかにあのスポットでインリソース増強してあげてアクセスをさばけるようにしてあげるとか。 えー、プロビジョニング後ですね、あのインスタンスだったりとか、データベースの準備までかあの勝手にあのクラウド側がマネージドで行ってくれるということで、即時利用が可能になったりだとか、えー、IAC ・インフラストラクチャーズ・コードというもので,で、すね、えー、あるべきインフラの状態をコードベースで管理するというようなところで、えー、よくあるパラメータシートとかであの構成管理するというようなところが不要になって、でさらに大体 CLI ・いい CL えー、とコマンドで。 実行可能ですので、そういったところで構築を自動化できたりだとか、えー、責任共有モデルだったりとか、マネージドサービス、えー、Google クラウドと、えー、利用者側で結ぶあの契約のようなものだったりとか、あのサービスの形態でですね、えー、ハードウェアのレイヤーは Google クラウドがあの保証します。ハードウェアより下のレイヤーは Google クラウドが保証します。なので、お客様は、えー、それより上のアプリケーションだったりとか、えー、データベースであればデータベースのイン、データベースのプロセスが立ち上がっていることはか、あのー Google Cloud が保証しますなのでデータベースの管理に周知してくださいというようなところで運用保証を簡略化することができます。で最後にですねあの柔軟なサイズのリソース,リソース例えばあのすごい小さいサイズのバーチャルマシンです、ね、を複数展開することであのリソースの冗長性を上長性を確保するような構成にしていずれかの プロセスが落ちてしまったとしても残りの2プロセス3プロセスとかで冗長性確保したりだとか Google Cloud であればですねあの世界各地にデータセンターがありますのでそこであの東京リージョンと例えば大阪リージョンアメリカのバージニア北部リージョンとかで複数のリージョンでサービスを展開するようなリソース展開することで堅牢な対象外性だったりとかを実現できます。 ですので、あの先ほど紹介させていただいた課題がですね、オンプレミスで,で抱えていた先ほどの問題を Google クラウドであればあのほぼほぼ考えずに済む、またはあの簡単に解決ができるというようなのが Google クラウドの強みになります。はいでえっと、じゃあ、具体的にデータベースを楽にするようなテクニックということで、先ほどジェネラルなあの Google クラウド、インフラ全体をのお話しさせていただいたと思うんですけれども、Google クラウドでデータベースを構築、移行、運用すべてに楽にするというようなところをあのテクニックを紹介させていただければなと思います。 はい、えー、と Google クラウドのデータベースですね、えーと、構築フェーズ、移行、運用、すべてのフェーズでですねあのデータベースを楽にするための機能が、Google クラウドでは提供されています。じゃあ、ちょっとあのどんなことどんな風に楽にするのか、移行をどんな風に楽にするのかというところで、あのちょっとまず移行を開始して運用開始、運用開始までつなげるというようなところのフローを確認させてください。 まずデータベースをあの移行するときにですね、一番最初に移行,性移行可能性の評価だったりとか、えー、見積もりだったりとかをすると思いますで。その次に移行のスケジュールを作成します。えー、で3つ目にあの3段階目で移行先の環境を構築する、移行先のリソースを調達するというところがあって、えー、4段階目として、えーと、じゃあリソースが調達でき,できる見通しが立ったよねというところで、データベースだったりとかアプリケーションの設計に入るかな、あの設計、えー、開始があれば改修後の設計とかが。 始ままるかなと思いますで5段階目に、えー、実装とテストを行いましてでその後に移行をじゃあ実際に実施して最後に運用を開始するというな、えー、7段階で大体あの分けることができるかなと思います。でえー、と一番上の,あの,移,行の移行可能性の評価だったりとか移行先の、えー、調達実装とテスト移行の実施この辺りがあの Google クラウドであの移行する際にあの楽,をさせて楽をすることができるポイントになります。 はい、具体的にどういうふうな、えー、に楽をできるのかというところをちょっと紹介させていただきます。 まず移行可能性の評価をしてくれる支援ですね。Google クラウドがあの提供する OSS のデータベースマイグレーションアセスメントというツールがありまして、こちらで移行の難易度を評価することができます。これはですね、あの単純に例えばオラクルからポスグレに移行するとして、オラクルからポスグレに移行するときに、ジェネラルにどんなリスクがありますよというような説明ではなくて、えー、と実際にお客様があの展開しているオラクルの えー、デーータベースの中で例えば、ストアドプロシージャーがいっぱいあるようなプロジェクトだったり、トリガーがいっぱいあるようなプロジェクト、データ流量がすごいたくさんあるようなプロジェクトとかで、えー、大変になるポイントっていうのが違うと思います。それを、えー、とお客様の環境に応じて評価してくれるというようなツールを、えー、支援を、このデータベースマイグレーションアセスメントでは行ってくれます。 で次に移行先の構築管理ですね。えっ、ー、とまず Google クラウドのジェネラルな観点としてあのリソースを簡単にボタンポチポチと押すだけであの構築できるというのはあのプロビジョニングできるというのは、えー、と前提においてインフラストラクチャーズコードのあのツールを利用することで宣言的にあるべき状態から、えー、移行先の環境を作成することができるのであのパラメータの設定漏れだったりとか、えー、構築漏れということが非常に少なくなって、えー、構築も簡単ですしその後の管理も簡単になるというのメリットはあのテクニックがあります。 でその次に実装移行の支援ですね。えー、とここが、えー、とまた時間のかかる部分だと思うんですけれども、Google クラウドであのデータベースマイグレーションサービスというところであの生成 AI を使ってですねあのアプリケーションを使っている、えー、アプリケーションが発行している SKL を書き換えたりだとか、えー、と実際にデータ移行するときにはあのリ,アルタリアルタイムレプリケーション、まず最初にあの移行元のデータベースから移行先のデータベースにごそっとデータ移行した後に、えー、継続的にあの移行元にア,プリ、えー、アップデートとかインサートとか がかかったら移行先に対してもその変更を反映してくれるというような機能がありますのでそれを利用することによって、えー、実際に移行を行うときのダウンタイムというのは非常に少なくあの短い時間で移行を完了させることができます。はいでえっと、次に運用拡張時に発生するような課題ですね、えー、移行した後、えー、移行したらあのシステムも、えー、今後いじらなくていい。 い,いじらなくてもいいですよということはあのほぼほぼなくて、ですね移行した後にもあの運,用運用だったりとか、機能拡張であの課題は様々あります。例えばあのリ,ソースのリソースの容量だったりとか、パフォーマンスの監視ですね、えー、CPU だったりとかストレージがちゃんとあのスパイクに対応できるような状態になっているのかというところを見たりだとか、えー、と障害発生したってなったら、それをアラートであの知らせてあげる必要がありますね。で、障害発生したら、それを原因特定してえーと修正してあげる必要があります。 で障害だったりとかリソースのところとはまたちょっと違うんですけど、データベースのメンテナンス、定期的にデータベースメンテナンスしてあげないとパフォーマンス劣化するとかっていうのがあると思うんですけれども、そういったところで停止時間が発生してしまったりだとか、データベースのアップグレード、例えばフォスグレ点、POSGRE の13とかであれば、12であれば、今年二2024年でエンドオブライフを迎えますし、13であれば、来年エンドオブライフを迎えるとかで、定期的に 数年ごとにデータベースのアップグレードっていうのは確実必ずやらなければいけないものとなっておりますそういったところそういった問題がそういったときにアップグレードが大変だとか停止が必要だったりとかっていう課題があったりでこのあとはこの障害の原因となる機能拡張拡張のにあに障害が発生しやすいというのは皆さん重々承知していると思うんですけれどもそういったところを が課題ととしちゃったりだとか最後にあの機能拡張を適用するのに障害少なくしようとすると、じゃあ今度あの開発に時間かかってテストいっぱいしなきゃいけなくて開発速度が鈍化してしまうというような課題があるかなという,ふうに思います。でまず運用を楽にすする方ですね 先ほど挙げさせていただいた機能拡張以外の部分を楽にするテクニックとして充実した監視ツールとしてメトリックスの監視はもちろんアラートの仕組みを組み込みで提供しています。でこれは他のサービスだとなかなかないところ他のクラウドだとなかなかない部分だと思うんですけれども AI による監視の支援を行いまして障害が発生する前にこういうワークロードなのであなたのワークロード将来的にこういう障害が発生するんじゃないですかっていうようなところを事前に提案してくれるような監視の仕組みがあったりだとか。 ダウンタイムデータベースのメンテナンス時にあのダウンタイムを1秒未満でほぼゼロって言ってもいいですね、ここまで来ると、最小化することができたり、バージョンアップの時に、データベースをですねあのクラスター、ポスグレのインスタンスだったりとか、ポスグレのシャードレベルを複製、シャードのレベルとかで複製可能になるため、複製したクラスターでバージョンアップを実施して、そこに対して実際のワークロード、負荷資源とか流して、実際にアップグレードしても問題ないよねっていうのを確認できたりだとか。 えー、を支援を、えーえー、楽にするようなことができたり、で最後にあの管理の、えー、管理箇所を簡素化ということで、データウェアでハードウェアの正常性は Google クラウドがあの担保していますので、えー、Google クラウドのデータベースを使うことで、データベースより上のレイヤー、ハードウェアより上のレイヤーにの管理にあの集中することができるというようなところがあのポイントかなと思いますで機能を拡張。機能拡張を楽にするテクニックですね。えー ここは正直 Google クラウドだけを使ってもあの Google クラウド他のクラウドももちろんそうなんですけど正直言うととても難しい部分なのかなと思っております。えー、と運用開始後はあの機能拡張が障害の原因になるためあの開発をちょっとゆっくりにしよう、えー、とリリースを特定の時期にしかやらないようにしよう、えー、テストをいっぱいやりましょうみたいなところであのビジネスの,あのそういったところであの開発速度が低下してしまうとビジネスの競争力が低下してしまうというのは問題があるかと思います。例えばあの A 社では、えー、と年に2回 えー、半期に1回リリースしていますというところで B 社であればあの月に1回何な,ならあの2週間に1回ぐらいリリースしているってなるとあの最終的に1年後にリリースされた機能の数としては同じだとしても、えー、段階的にリリースされている方がお客様からすると利用できる期間が長くなるので、えー、とであれば B 社の方がいいサービスなんじゃないかというふうにあの思われる方も多いかと思いますでそういった意味でですねビジネスの競,力競争力が低下してしまうというようなところがあるかと思います でこれはですね SRE サイトリライアビリティエンジニアリングというあのサイ、えー、ウェブサイトサービスの信頼性を、えー、高いレベルであの保ちつつ機能追加の速度と信頼性両方を高レベルで維持しましょうというような SRE のプラクティスがありますのでそちらを実践していただくことが非常に大事かなと思っております。 この SRE の細かいプラクティス、ですね話してしまうと30分とかでは足らないレベルで、本日、ちょっとお話、心苦しいんですが、ちょっとここは割愛させていただければなと思います。ただ、どんなことやるのかということぐらいは紹介させていただければなと思いまして、具体的なプラクティスとしては、このあたりですね、テストとデプロイを自動化することで、テストに関わるコースを減らしましょうだとか、デプロイを正確に行うことで、障害の発生率を。 下げましょうだとかサービスレベル目標お客様がこの辺りの例えばの90%の確率ではリクエストが正常に通っていれば残り10%ちょっとあの遅くなったりとかたまに変な変なことないあの503とか帰ってきてしまってもあのまあ、満足していただけるよねっていうところを見定めるようなことであのどこまでなら障害が許されるのかっていうところを定義して。 その後の段階的リリースですね、によって一部のお客様だったりとか、一部の環境に対してだけリリースを実行することで影響範囲を限定しつつ、チャレンジングなリリースもしやすいというようなところで、ビジネスの,ネスの求める開発と運用,に運用で発生する障害の危険性を減らすというようなプラクティスが SRE のプラクティスとして存在します。他にもまだまだたくさんあるんですけれども、ちょっと本日は割愛とさせていただきます。 はいで3、えー、シェイクのですね行あの今までやらせていただきました Google クラウドとあの SRE を合わせました公開事例というところでいくつか紹介させていただきます。まず株式会社バベル様はです、ね、あの長期のあたりインフラの運用改善支援であのコストと効率のコスト効率と信頼性の向上を実現させていただくというようなご支援をさせていただいたり,いただ,いたりだとかトヨタ自動車株式会社様の方で。えー 製造の現場がワンクリックで使えるような AI のインフラ,をインフラの構築を支援させていただくことで現場が主役の DX をご支援させていただいております。で最後3つ目にあの株式会社ビットキー様ですねこちらのユーザー数の急増でですね需要が急拡大したサービスでプラットフォームの性能が劣化 し始めてしまってそこを改善する支援としてレイテー倍レイテンシーをサービスの応答速度ですねを10倍に改善するようなご支援とかをさせていただきましたでこれが Google クラウドと SRE 全体のお話なんですけれどもよりデータベースの方にフォーカスするとこのような感じですね SRE をバックグラウンドとしてサービス全体の安定稼働 させるようなデータベースの支援を弊社でお手伝いさせていただきまして、実際の事例ベースですと、一週間、同週間でのデータベースの移行を支援させていただいたりだとか、PCIDSS、クレジットカード業界のセキュリティ標準ですねに準拠したようなデータベースの設計を支援させていただいたりだとか、24365、年中無休で動かなきゃいけないような稼働要件を備えたデータベースの設計だったりとか、アップグレードのご支援させていただきました。で他にもです、ね、無停止でスイッチオーバーバを スイッチオーバーできるような構成の開発支援だったりとか、データベースのオブザーバビリティ、データベース含めてシステム全体がどのような状態にあるのかっていうのを一目で把握できるような概念がオブザーバビリティっていうんですけど、そちらのツールの導入支援させていただいたりだとか、データベースのパフォーマンスチューニング、よくある部分であるんですけれども、あの重要な部分、0点下げるとかでは重要な部分になりますので、データベースのパフォーマンスチューニングをご支援させていただいたりしてまいりました。 はい魅力的な機能のまとめとして、このようなところの感じでスライドでまとめさせていただいてはいるんですけど本日、ちょっと残り時間が少なくなっておりますので、紹介程度に、画像の表示程度で投然させてください。はい、で最後に、Google クラウドの移行のその先へということで、Google クラウドだけが利用できる、使える魅力的な機能をいくつか紹介させていただければなと思います。 はいえー、とまず一番右からですね、ビッグクエリー、皆さんあのご利用されているお客様も多いかと思うんですけれども、Google クラウドが提供されるあのデータウェアハウスになります。でですね、あの小規模なビジネスはもちろんあの、Google のような、Google が実際に使っているようなあのものと同等の基盤をであの実行されておりますので、世界規模でサービス展開するようなビジネスでも、すべての,サービあの組織で適用可能なデータウェアハウスツールとなっております。で次にバーテックス AI ですね こちら、Google クラウドがあの提供する AI プラットフォームになりまして、ジェミニーをはじめ,めとした生成 AI だったりとか、えー、機械学習に必要なツールのすべ、えー、てプラットフォームを提供させていただいているというものになります。でこちらの VertexAI、BigQuery と非常にあの接続性が良くてですね、ビッ g クエリーで管理したデータを VertexAI であの学習させたりだとか、インプットにしたりということが可能になっております。 で最後、ちょっと毛色が違うんですけれども、私があのデータベース大好きな人間なので、ググクラウドスパーナーというあのデータベース製品についてちょっとだけ紹介させてください。ググク,クラウドスパーナーはですね、グーグルクラウドが提供するあの大規模システム向けのリレーショナルデータベースですで。オラクルデータベースだったりとか、MySQL、p o s g r i のようなあの従来のデータベースですと、ライト、書き込みがヘビーなワークロードになってくると、対応が難しいというようなケースがあの往々にしてあるかと思います。 そういったワークロードに対してです、ね、あの対応可能なデータベースとしてあのグーあのクラウドスパナーという製品を Google クラウドが提供しております。はい、でこちらは弊社あの株式会社 3Shake の CEO 吉田の,あのブログからのごートになるんですけれども、えー、Google クラウドの 生成 AI 戦略の素晴らしさ、あの一言で言うとあの一体感です、えー。程よく既存サービスと密結合していて、えー、最速でジェミニーの恩恵を受けられる設計思想がある点が素晴らしいというフレーズをあのブログの方に書いてありまして、えー、私自身、あのいくつかで、えー、ジェミニーだったりとか生成 AI を利用したサービスにあの,あのプロジェクトに関わらせていただいているんですけれども、ビッグエリーとあのデータウェアハウスと,と、えー、ジェミニー生成 AI で、あの サービス間の結合が非常にスムーズにできまして、このあたりは他のクラウドではなかなか実現ができない、データウェイハウスも生成 AI も全部自社で提供しているからこそできるメリットかなと思います。それに加えてです、ね、本日紹介させていただいた Google クラウドのサービスの中で AI を利用した運用効率化するツールというのがさまざまあったかと思います。 これはですね、あの他クラウドではまだまだ発展途上の取り組みかなというふうに考えておりまして、この領域はあの Google クラウドだけがあの実現できるあの独自の今日時点であの Google クラウドだけが実現できる独自の強みなのかなというふうに考えております。はい、えっと最後にまとめまとめとなります。Google クラウドを利用したさまざまな場面でデータベースの運用、データベースを楽にするような方法を本日紹介させていただきました。 移行時点ではです、ね、アクセスメントからデータ移行までデータベースの移行のあらゆる場面で楽にできるような支援,を支援のツールを Google クラウドが提供しておりますで生成 AI を利用した機能であの運用だあの監視だったりとか運用を楽圧倒的に楽にすることができます フラクティスですねこちらを適用することで運用後の,あの障害になりやすい機能拡張の速度と機能拡張の速度と安定性を両立するようなことができます。3ェイクではでは、ね、これらの,、えー、3, つの3つをフル活用したデータベース支援というのを提供させていただいております。 はいえー、と本日の登壇ではです、ね、SRE が具体的にどのようにあのサービスを改善できるのか、サービスの,あの,開,発速度ああの開発速度と信頼性を維持できるのかというところは、あのちょっと時間の関係で飛ばさせていただいてしまったんですけれども、えー、と興味のある方は、会場入り口の,あの1階、えー、1階入り口の1階入り口ですね、D4 のブースにて、弊社株式会社 3CA 区であの現役 SRE があの相談会のようなものを行っておりますので、ぜひお越しいただければなと思います。 はい、えっ、ー、と、以上であの登壇の内容は終了となります。この後、あのアンケートの表を表示させていただきますので、あのご回答いただければ幸いです。ありがとうございました。